はい、4月1日の熊沢でございます。今日から、新規一点横長の、Vlog にしていこうかなと、思っております。で、まあ、いつもと違ってかなり部屋の反響がしてるかと思うんですけど、ですね、これマイク大丈夫？一応マイクはね、入れてるんですけど、まあ、住環境を変えようということで、新居に来ております。今日から、今日鍵をもらってきて、ここでね、あれするんですけど、引っ越しの業者さんに入ってもらうのは1週間後ぐらいなので、それまでは、新しい家と、古い家をこう行ったり来たりしながら、まあ、手荷物で動かせるものは動かしつつやっていくわけでございます。まあ、そんなこんなで、今日から新規一点、まあ、横長のアスヒで、Vlog は 60p で撮ろうかなと思って、まあ、60個まで今日は撮ってます。はい。で、まあね、この通り、部屋の反響がすごいんですよ。当たり前ですけど、物がないので。ということで、まあ、ここが一応僕の部屋になります。はい。まあ、で、こう、なんていうのかな。狭いんですけど、そんな大きくないんですけど、まあ、スタジオっぽく構築していきつつ、みたいな、風には考えてはいます。はい。で、まあ、別のとこも部屋はあるんですけど、まあ、そんな感じで、まあ、なんで今回ね、こう、引っ越しをするかと言いますと、まあ、純粋に住環境を良くしようと。いうことで、まあ、今までは、寝室に僕の、制作するための、部屋とか、部屋じゃないよ、デスクとか、パソコンとかがあったりしたんですけど、まあ、やっぱりその、ね、ペットと一緒に暮らすっていうことを考えたときに、一応寝室でペットも、過ごしてたんですけど、やっぱりその、カメラ、を使うし、楽器も使うし、それから、デスクにね、パソコンとかも使うわけですから、まあ、危険も伴うわけですよ。まあ、それの中でも、なるだけ安全に、これまではやってきたんですけど、まあ、よりね、これ、位置移動してるけど、ピント大丈夫？大丈夫よね。まあ、より安全にするためには、やっぱ部屋を分ける必要があると。やっぱりこう、猫ちゃんね、可愛いんで、こう僕が集中してる時に膝の上に乗っかってくるとかも、可愛いは可愛いんですけど、やっぱ集中できない瞬間とかもあったりするので、より良い環境を構築していきたいという上で、こういうね、まあ、引っ越しで、それを実現しようということでございます。まあ、ここが僕の、まあ、アトリエといいますか、制作スタジオになるので、そんなにね、立派なもんではないですけれども、今日からはここから、お送りしていきたいなと、まあ、思います。で、まあ今日ね、エイプリルフールなんで、まあしょうもない嘘をついてらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけど、まあ僕はね、あんまりそういうの好きじゃないので、わざわざやるあれでもないので、特に嘘をつくこともないんですけど、まあここからね、お送りしていくことになるので、まあ今日から新規一点、まあこの Vlog に関しては、まあ横長のアスヒで、まあお送りしているっていうポイントもありますし、まあこれからね、公開していく動画がどんどんここの、僕のね、ワークスペースから、発信されていくんですけれども、まあより皆さんがね、有益だなと思えるような情報をきちんと発信できるように、チャンネルの方向性もね、もう一度考え直して、皆さんにこう発信していけたらと思いますので、まあ、引き続きどうぞよろしくお願いします、ということでございます。まあ、手短にということでございますね。はい。熊沢でございました。